キリン橋から見た阿賀野川キリン橋は、新潟県東バラ郡阿賀町の阿賀野川に架かる、国道49号の橋町242.8メートルのトラス橋、桁橋。阿賀町津川と同町格闘の間に架かる、三景間単純高トラス橋及び二景間単純、ポストテンション方式 T 桁橋。南詰めがトラス橋、北詰めが T 桁橋で、 橋町242.8メートル、全幅6.7メートル、車道は、計2車線を有し、上流側に自転車歩行車道橋を併設する。1961年に橋用を開始した、現橋梁は、阿賀野川を挟んで分断されている、津川市街地と、北側の集落や橋梁資金に所在する、JR 東日本万越西線の津川駅と、連絡する生活道路として、 長年機能している。キリン京南爪交差点以南は、津川バイパスの津川トンネルへ直通し、同交差点で、新潟県道14号柴田津川線を呼び、新潟県道512号西津川線と、北爪の津川駅前交差点で、新潟県道174号角島、鹿野瀬線とそれぞれ接続する。元橋は、新潟県によって、元橋から上げ川トンネルまでの区間は、 用川ダム建設に伴う付け替え道路として新潟県によって建設された。キリン橋付近は川幅が広く上流側にキリン山を望む風光明媚なロケーションに位置しているが、東京寮はすでに老朽化が著しく2008年の点検ではコンクリートの剥落や鉄筋の腐食や破断が見つかるなどし2009年秋から 翌2010年夏にかけて大規模な補修が行われた。また構造的にも、車道福音が5.65メートルしかなく、大型車両のすれ違いが困難で、北爪川は、本堂が見通しの悪い曲率半径60メートルの急カーブとなっているなどの課題を抱えていた。加えて、北爪川の同場大魔球から黒岩にかけての約3.5キロメートルの区間は、土砂災害が、 再三発生しており、連続雨量150ミリメートルを超過した際には、通行止めとなる、事前通行規制区間に指定されていた。洋側トンネルも、車道福音5.5メートルと、強小な上、聖高海上コンテナ車両が通行できなかった。国土交通省北陸地方整備局、新潟国道事務所では、これらを解消するため抜本的対策として、 バイパス道路である揚げ川改良の事業を実施し、2013年3月30日に全線強用した。これに伴い津川トンネル、麒麟橋を含む津川から大木の区間は引き続き、国道に指定されたままであるが、事前通行規制区間に指定されている、大木から黒岩にかけての区間は全面通行止めとなっている。ありがとうございます。